皆さんこんばんは。本日も文化話チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はプロッターを購入前に知っておいてほしいことについてお話ししたいと思います。よければ最後までご視聴ください。最近ありがたいことにチャンネル登録者数も増え、プロッターに興味を持ってくださっている方が増えてきているというふうに実感しております。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。プロッター興味持ってくださっている方はぜひ、私がプロッターマップというものを作成していますので、そちらでお近くの取扱店舗さんなど確認できると思いますので、よければ活用してみてください。そしてプロッター興味持ってくださる方に、改めて購入前に知っておいてほしい商品の特性についてお話ししておきます。前にもツイートしたんですけれども、プロッターは1枚側に11ミリ系のリング、そしてバックプレートと、この3つのパーツでできたとてもシンプルな設計です。とてもスリムで魅力的な商品なんですが、この設計がいいところもあれば、逆に裏目に出てしまうところなどもあります。今日はその点について改めてお話ししておきます。プロッターは本革製ですので、革1枚1枚、レザーバインダー1冊ごとに雰囲気が全く変わります。こういった個体差がありますよとかっていうのは、プロッターさんの公式サイトとかで書かれていたり、あとはお手入れ方法などについても書かれていたりするので、そちらをチェックしてみてください。今日はこの商品の設計についてお話をします。まず一つ目がプロッターのあばら科についてです。人間の体の肋骨を想像していただければと思うんですが、プロッターはなんせこの一枚側にリング、そしてバックプレートのとてもシンプルな設計です。他の一般的なシステム手帳には、このリングの部分に対して、この閉じた時にリングが当たる部分をガードするようなものが内蔵されていたり、縫い付けられていたりします。しかしプロッターはそういった厚みとかを減らすために、当たりを減らすようなものがありません。なので今このリングの当たるような部分とかがちょっとへこんでいるのが分かりますか？白くなっている箇所がへこみの箇所です。実際に指でこうなぞってみると、ボコボコっとした感じが伝わります。私はこの本革リングサポーターというものを取り付けて、当たりを軽減させるようにしているんですけれども、こういうのをつけないと、ここがボコボコっと出て白く浮き出てしまって、それが骨のような感じに見えてきます。プロッターの店頭サンプルとかが割とあばら化しているので、それを見ていただけるとすごくわかりやすいと思います。浮き出てしまうことをあばら化と呼んでいるんですが、それが好きな人もいれば、あばら化しないでほしいという人もいます。この商品についてはもともと割とちょっと白っぽくあばら化しているような状態でお迎えしているんですけれども、例えばこちらのプエブロさんとかは、こんだけすごいパンパンに埋め込んでいるんですけれども、ちゃんと本革リングサポーターをしていて、革自体も割と厚みがあってしっかりしているので、今のところあばら化は感じていません。こっちの内側を見るとすごいくっきりとリングの跡がついていますね。あばら化させたい方はそのまま使っていただいていいし、あばら化あんましたくないよという方は別でこの本革リングサポーターというものを購入されることをおすすめします。プロッターはサイズ展開が豊富なメーカーさんですが、どのサイズを選んだとしてもリング径は全部11ミリ径で、プロッタープロデューサーの斉藤さんがもう11ミリしか作らないというふうに明言もされていますので、今後11ミリ径リング以外のプロッターが出るということはほぼありえません。11ミリ径リングの収納がどれくらいかというと、デザインフィルの DP 用紙というシステム手帳用のちょっと薄めの用紙があります。この薄い用紙で80枚収納が推奨されたサイズ感です。80枚って意外とあるようでなくて、例えばレザーバインダー1冊にマンスリーとウィークリー1年分挟むと、もうそれでいっぱいというか、むしろそれでもちょっとキツキツかなとか、そういった感じになってしまうような収納力です。なので意外と入らないぞということ、薄さ優先がゆえに収納力はそこまで多くありません。自分が使いたい用途と実際にその収納力がマッチしているのか、よくシミュレーションしてから購入されることをおすすめします。私は基本的にいろいろと分冊したい派なので、そのスタイルがプロッターでもうまくいかせていて、でも気に入っています。バックプレートですね。バックプレートめちゃくちゃかっこいいですよね。こんな感じで
並んで立てたらすごくかっこよくて見せたくなるものの一つですが、このバックプレートが出ているがゆえの落とし穴的なものもあります。まずこのバックプレートのいいところは見た目がかっこいいっていうところと、このバックプレート自体も経年変化していくというところです。例えばこちらのバックプレートなんかはこの辺とかちょっと色が変わってきたりして塗装が剥げてきたりして触り心地もちょっとまばらな感じのザラザラっとした感触が伝わるようになってきています。こんな感じで時間の経過とともにバックプレートの変化も楽しめるんですけれども、この革の後ろに対してギリギリのサイズでバックプレートも取り付けられています。そして四隅とかも割と尖っていて手が切れてしまうっていうことはなさそうなんですけれども、革に擦れた時にこのように傷が普通についてしまいます。なので自分の手持ちのアイテム、手持ちの革製品とかで傷つけたくないものとかを傷つけてしまう恐れっていうのもあります。そしてやっぱり手帳やノートとして書くものとして使われる方が多いと思うんですけれども、机の上に手帳を広げた状態でスライドさせて動かすとこのように結構音がします。私の職場はめちゃくちゃ静かな環境なのと、そもそもテレワークも導入していて人が少ないのでこの音がすると結構目立つということで、仕事用の手帳として使うには皆さんの職場環境にもよりますが、デスクワーク多め、そして静かな環境とかだとこの音問題は結構深刻な問題になります。スリムな設計、そして美しさ、革のエイジングの楽しみなど、プロッターが魅力的な製品であることは間違いないのですが、自分の使い方によってはその設計がアダとなってしまうこともありますので、その辺はよく吟味された上で購入されることをお勧めします。安い買い物ではないので失敗した時のショックも大きいと思います。そういった特性があることを理解した上で買っていくと、よりプロッターのことを好きになって楽しめるのではないかなと思います。というわけで今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。